はい、こんにちは。こんばんは。おはようございます。本日はお日柄もよく、愛も変わらず D2 やってくよ。おい霊夢、ん、今回もお便りが届いているぜ。お便りという名のコメントですね。どれどれ。ダイヤにおめでとうございます。ありがとうございます。星6、2体のログインボーナスで思ったんですが、餌星5の作り方教えてください。私、寒風が足りないのか、ログイン450日超えてるのにまだ30体くらいしか星6作れてないんですよね。何かが間違ってる気がする。わら。はい、コメントありがとうございました。ありがとうございます。シェイシェイ。それでは今回の動画は、餌用の星5の作り方を教えます。カンドリ、オアカンドリ、D2界で一番作られていたとされている悪魔、君の名は、カンドリ、カンドリ、始めるの、今でしょ。題名長いな。テヘペロ。ってことで今回はカンバリの一生を説明していきます。まずカンバリは多神合体で作れるのは知ってるよな。もちろん、コッパ天狗、クラマ天狗、犬神、ヨモツシコメが必要だね。それらの悪魔はどうやって調達してるんだぜ。基本的にはアウラゲートでクラマ天狗とヨモツシコメは調達して、コッパ天狗と犬神は通常召喚で出た悪魔を合体させて作ってるよ。オーケーオーケー。基本的にはその方法で大丈夫だぜ。合体できる素材は多いからね。バイコーンやスライム、ザントマンは合体素材として使えるから取っておこうね。はい、わかりました。もしも通常召喚札で素材が出なかった時はどうするんだぜ。その場合は悪魔全書で召喚だよ。でもここで召喚するのは不足しやすい犬神とコッパ天狗がほとんどだね。なんでカンバリを召喚しないんだぜ。カンバリは一体召喚するのに20カルマが必要なんだよ。コッパ天狗や犬神は3カルマで済むし、それにクラマ天狗やヨモツシコメは不足することが少ないからね。なるほど。仮にこれを100回繰り返すと、カンバリは2000カルマ必要になり、カルマ事情を圧迫するのに対し、コッパ天狗や犬神は300カルマだからカルマ事情にも優しいんだよね。なるほどな。確かに違いが出てきますね。俺は酔い腰の金は持たねえって肩は気にせずカンバリをガンガン召喚していいけど、おじ紳士は無課金だからこういう節約は大事だよね。確かに。それじゃあ素材悪魔も手に入ったし、予行練習でカンバリを作ってみましょうか。万物が交わる。はい、星2の新生カンバリくんが手に入りました。ではカンバリくんの職場見学に行きましょう。彼の職場は7面の裏ステージ、そこのレベリングクエストで働いてもらいます。レベリングクエストと侮るなかれ、敵は強いから必ずサポーターを連れて行きましょう。獲得経験値も多くなるしな。それ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 。7面裏の敵はこんな感じ。カンバリ君はキシャーチャの甘神一発で死にます。でも安心してください。それが彼の仕事なのです。嫌な仕事だぜ。もう、ちょっと可愛がってあげてください。もし甘神で生き残ったとしても、猛量の無度で 100% カンバリ君は死にます。安心してください。安心の意味ってなんだっけ？レベリングクエストにはこのトレーナーで挑みましょう。メガキンは悪魔の会話発生率、成功率がアップするので転生素材用の悪魔を確保するときに役立ちます。主人公はデビルトレーナーで獲得経験値アップします。そしてカンバリ君は両方のパーチーに1匹ずつ入れてください。基本的にメガキンパーチーの方に星4のカンバリ君を入れて、主人公パーチーの方に星2、もしくは星3のパーチーを入れて育てていきます。こうすることでカンバリ生産ラインが完成します。カンバリ君が星4レベルマックスになることでカンバリ君の成長は終わりを迎え、餌用星5になるのを待つことになります。ほん。ここで重要なのはカンバリ君以外の悪魔も素材悪魔として育てていくことが大事です。だから星2、星3の悪魔がパーティーに入れられてるんだな。そうです。今見せてる死神ヘルもレベルマックスになればパーティーから外すので、新しい悪魔を育てることができます。なるほど。なのでうまくいけば星6悪魔を育てながら、カンバリも育てれて、素材悪魔も育てれる、個人的には最強の布陣です。あとは育ててる星6悪魔に、浜だけ継承させておけば弱点攻撃してくれるから便利ですよ。だね。継承ポイントも1だしおすすめ。なるほどですね。それじゃあ一生を終えるカンバリ君のところに向かいましょう。まずは素材悪魔たちを作っていきます。技術は成功です。
はい、こんな感じでなんやかんやあって餌用星5カンバリくんが出来上がりました。このカンバリくんたちを利用して星6悪魔を作っていくのがオジ紳士の日常です。なるほど。あとはね、イベントや名声で交換できるヤタの鏡は絶対に全部交換しておこうね。これを交換しておけばより早く星6悪魔に近づけるからね。確かにこういうのはイベントの時を利用して手に入れておきたいよな。ですです。あと忘れがちだけど、名声交換も毎月更新されてるから忘れずに全部いただいておきましょう。これが星6への近道です。本当にちゃんとヤタの鏡だけいただいてるな。個人的に名声交換できる中では一番重要だから。ほん、それじゃあ最後に手持ちの星6悪魔を公開するね。どれどれ。数えてみたら76匹だったよ。多いのか少ないのかわからないですね。どうなんだろうね。みんなもよかったらコメントで星6の手持ち悪魔所持数教えてね。中にはすごい猛者がいそう。確かに。でも星6まで育てたけど使わない悪魔の方が多いのはちょっと物悲しいよね。使うチャンスがあればいいんだけどな。アウラゲート2の新たな死生獣と戦う時に使う機会があればいいね。期待しましょう。はい、とあるカンバリ君の一生いかがだったでしょうか。 D2 と共に生き、 D2 と共に死んでいく悪魔、それがカンバリです。みんなもじゃんじゃんカンバリを作って、じゃんじゃん星6を量産していきましょう。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。それパチンコマン。もしわかりにくかったり気になった部分があった時は気軽に質問してね。コメント待ってるぜ。それじゃあ今回はこの辺で。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくね。ここまでのご視聴ありがとうございました。